スタートしました。 ポーンとまずは3番のロスカーティオスがいいスタートを切りました一馬身リードを取ります外からは15番の福野カシオペア内にコースを取りながら前に迫っていきましたさらに外には16番の玉ママイ舞姫が行きました玉ママイ舞姫3番手から2番手並んでいってその後ろに12番のグリューネ・ボッヘ内は7番の西のオタフク外からそれをかわして13番メイプルミルク先端へと取り付いていきますその後ろに6番の外目からはマルティオス内には10番のモカの追走で1コーナーのカーブです 先手を取ったのは15番の福野カシオペア1馬身のリード2番手16番玉も舞姫あとは1馬身内から3番ロスカティオス半馬身外は13番メイプルミルク並んでいきました並んで川島スの後ろに12番グリューメ・ボッヘ2コーナーから向こう正面です一馬身外は6番のマルティオス内7番の西のオタフクが並んで間から10番のモカ一馬身半馬身外から上がっていく9番のフレンズ外には14番の名将キリコさらに内からは4番 なでしこホマれの追走ですそれから1馬身8番のヘイブンズギフト半馬身外に1番のタワカチーナ中段から後ろですあとは2馬身さ内から2番の高市ワルツそれをかわしてスイートワルツ上がっていって連れて上がっていくのが5番のメビウスプラチナ第3コーナーのカーブさあペースが上がりまして残り600を通過前3頭固まってきました15番の服のカシオペア16番玉も舞姫それに外13番メイプルミルク3頭1段で4コーナーその直後には12番のグリューネ・ボッヘあとは9番のフレン さらには名将キリコ一番外からムーチを振るって一番のタワーカチーナ進出第4コーナーから直線に入りましたさあ先頭は15番の福のカシオペア粘っているそして16番の玉マ,マイヒ姫13番のメイプルミルクスの外から12番グリューネ・ボッヘ今2番手に上がって前を追う200を追加先頭は粘る15番の福のカシオペア2番手には12番のグリューネ・ボッヘ3番手争いですが13番のメイプルミルクが3番手前は2頭が並んできた並んでゴールイン 15番の福野カシオペア内外から12番のグリューネ・ボッヘ。